はい、こんにちは。税理士川南の YouTube です。この動画は個人事業向け、自営業の方向けの動画になっております。ビジネスをするとどうしても必要となってくる経理の基礎や税金、確定申告についての情報をなるべく分かりやすく税理士が説明している動画になります。これを見て経理や確定申告の基礎を身につけ、次のレベルアップの土台、まあもう次のねステップへと行っていただければ幸いです。コメントや感想、取り上げてほしいテーマとなりましたら YouTube のコメント欄までどしどしお寄せください。チャンネル登録ももちろんお待ちしています。今2400人になったのかな。いつも見てくださっている方、本当にありがとうございます。今日はではですね、続きですね。受給化給付金っていうのはね、多分皆さん申請がスタートしたのはもうね大体の方がご存知だと思うんですけど、それについてもう少し詳しく詳細を今日はお知らせしたいと思います。まあ、簡単ですがね、今までの復習ということで、持続化給付金とはどういうものかって言いますと、事業全般に広く給付、ね、使える給付金でして、給付額は上限、法人は200万、個人事業は100万円を上限として給付されるという経済産業省から出ている給付金になります。対象としましては、新型コロナウイルスの影響により売上が前年同月比で 50% 以上減少している事業者であれば申請が基本的には可能になります。法人の場合はね、ちょっとまた条件がありますけど、まあ、自営業向けの動画になってますので、こちらまた割愛するので、もし必要な方は読んでおいてください。持続化給付金を装った詐欺も、発生してくるんではないかと予想がありますが、これは必ず気をつけてください。給付金を振り込みますので、口座番号教えてくださいっていう電話とか不審な案内には乗らないように注意をしてください。はい、じゃあ今日は、もう少しね、この詳細ですね、持続化給付金の詳細、この計算方法ですね、青色白色ということで、青色申告の方と白色申告の方を比較して、持続化給付金というのはどういうふうに手続き申請すればいいのかというのは今日の詳細動画の内容になっております。それでは行きたいと思います。早速ね、で、計算方法なんですけど、まあ、この前年の総売上から前年同月比の 50% をした半減した月のかける12して引いた価格分がこの上限100万円のうちに入るかどうかという計算方法になります。そしてここですね、申請の要件を確認するということで、青色申告の場合ですね、はい、まずこちらから説明しておきたいと思います。まあ、2019年の年間事業が300万円ありましたと。そして2019、まあ、この人ですかね、4月で多分行こうとしてるわけですね。2020年の4月の月間の、売上が13万円でしたと。ここが 50% ダウン、50% 以上ダウンしている、減少しているってことですね。なので今回、持続化給付金をもらう対象の青色申告者になるということで、どうやってじゃあ上限を計算するかと言いますと、こちらですね、年間が300万なので、ここの、2019年4月分の月間が4月からですね、30万から13万円に減っているので、ここですね、4月が月13万円一番低い半減しているところをかける12にします。そしてここが2000、これ去年ですね、19年の売上が300万、今回が要は2020年がこうでありますよという断定で、ここを計算すると144万円って答えが出るんですね。144万円と100万円の上限を比較したら、こっちが上限額になるので、給付金額が100万円になりますよというふうな感じで、青色申告の方は計算をしてみてください。はい。じゃあ次にですけど、白色の方ですね。白色の方はじゃあどうやって計算すればいいんですかっていう疑問が起こると思うので、白色の方をじゃあ説明していきたいと思います。次が白色の方ですね。申請の要件を確認する、まあね、白色申告の方って書いてあるんですけども、白色申告の方は、2019が同じように年間300ですね。そうすると2019年の収入を割る10にして平均を出すんですね。平均が月25ってことですね。そこで4月分がどうなってるかと、2020年、今年のですね、4月が10、月10万円になってるってことは、これはもちろんここで 50% ダウンにな、ね、50% 以上ダウンしてますので、申請できる、まあ、申請するように、該当するってことですね。じゃあどうやって計算、上限を計算するかというと、2019年が300万円だったので、
今回は4月が10万円なので10万円 ×12 をして180万円と、まあ、上限100万円どっちがあれですかっていうと上限が100万円の方に、まあ、これで100万円以上はもらえないのでね、個人企業の場合給付額は100万円ですよっていうふうに計算をします。だから白色申告の場合はこの平均を出して2019年の1年間の年収を割る12して月の平均を出してその月の平均より50% 以上ダウンする月があれば該当しますよというふうに計算して上限額を出すということになります。はい、大丈夫でしょうか。ここまで。それでは次ですけど、出す書類の申請が少し青色と白色と違いますのでそちらの方を説明していきたいと思います。まずね、出す書類としては、4つあるんですけども、その4つが何かっていうと青色申告書、まず確定申告書ですね。確定申告書の控えを出すのと、売上額減少となった月の売上台帳を出すこと、そして3つ目が、通帳の写し、4つ目が個人事業の方は身分証明書の写し、この4点が必要になってきます。その4点のうち、その確定申告書について青色申告書の人は何を出せばいいのかと言いますと、こちらですね、プリントの方に載ってますけど、確定申告書の青色、まあ、最大3枚になります。まずこれですね、確定申告書の第1票というのはどういうかって、ここに第1票って書いてあります。はい、これを1枚と、青の方は所得税の青色申告決算書というものをこちら1枚2枚出してください。これ全部で4ページあると思うんですけど2枚で大丈夫です。そしてここの2枚目のここに毎月ごとの1月2月の各売上が書いてはあるわけですね、2019年の。なのでその売上を比較して、該当するかどうかというのを申請された側はこれを見て判断をするので、こちらとこの1票確定申告書1票が必要になります。はい、であとですね、注意点なんですけど、ここに確定申告書1票の控えに、まあ、受付日時の印字があるかないかですね。要は事業員、その提出、税務署に持ってって提出すると印鑑をしてもらえるんですが、それがあるのが基本になります。ですのでない場合は、18ページを参照してくださいと後ほど説明します。とりあえず青の方はこの1票と青色申告書の1ページ目2ページ目が必要になります。じゃあ白の場合は何を出せば一体いいんですかということになると思うんですけど、それがこちらになりますね。白色申告の方の場合はこちらを出します。まあ、1票ですねを1枚2019年分を提出してください。これも同じように受領日時が印字されている、まあ、押印されているということですね。受領印が押してあるということですね。白色の方はこちら1枚を出せば OK ということになります。はい、ここがまず大きな違いですね。青色の方はこうですね、この書類、白色の方はこちらだけ、確定申告書の第1票1枚で OK ですね。さてその次ですけど、税務署でね、e-tax で確定申告をした場合にその受領印はもらえないんですよね。日時は入ってるんですけど、その場合どうすればいいんですかって言いますと、e-tax 電子申告した方はですね、この受信通知書というものが必要になります。このような、ここに多分ちょっと具体的に書いてあるんですけど、こんな感じですね。メールの詳細にその受け付けましたよっていうで、何月何日いつに受け付けたかっていうのが書いてありますので、それを1枚コピーというか印刷して、こちらの方も添付するようにしてください。はい、なので e-tax 電子の方はこのメール詳細プラス、さっき言ったように青の方は3枚、白の方は別表一応1枚を添付すれば OK です。はい、このねメール詳細がないという方いるかな。 e-tax のメッセージボックスのところで入っていくと、こちらの受信通知がメールで届いていると思います。もし税理士に頼んで依頼しているって方は税理士の先生が持ってますし、多分税理士の先生が確定申告書の控えをくれた時、そこに1枚ピラッと入ってることが多いと思いますので、そちらの方で対応ください。もし手元にない場合は、依頼している先生にちょっと問い合わせていて、受信通知欲しいんですけど申請で使うんですって言えばすぐに分かっていただいて、出してもらえる、まあ、もしくは添付してもらえるとかね、メール添付してもらえるんじゃないかなと思います。私の場合は実際お客さんにそのように
まあ、言われる前にもうメール必要なものは受信通知ですよというのをしましたので、あのお知らせをしておきました。はい、あとですね、申請するときにですね、その電子でもなくて電子申告でもなくて、その受領印、まあ、日付印ですね、日付印を押してない人はじゃあどうすればいいんですかっていう質問が上がると思うんです。それが次の、説明になりますね。もしない場合には、まあ、これですね、受領印、日付印がない、まあ、受信通知いずれも存在しない場合は納税証明書というものを添えて出せば OK になります。納税証明書を、まあ、税務署に取りに行くとかいうことですね。でも取得のためにね、あの税務署が今混んでいるんじゃないか、まあ、発行までに、ね、時間もいただけますし、まあ、コロナウイルスの感染拡大からもオンライン請求もできますので、そちらの方でオンラインでも請求なるべくするようお願いします。まあ、分からなければね、あの管轄の税務署の方に問い合わせて、納税証明書欲しいんですけどどうすればいいですかっていうふうに見れば、あと国税庁のホームページも載っております。はい、をしてつければ、まあ、ない場合、受信通知がない、日付印がないという方でもオンラインで納税証明書の方を一緒に添付しておく、申請すれば OK になりますので、そちらの方だけご注意ください。はい、忘れないようにね。はい、お願いします。そして、確定申告書を送りました。でもう一個必要なのが、売上のね、分かるね、台帳を出してくださいって言われると思うんですけど、そちらが一体どういうものでもいいのですかって質問が結構意外とあるので、そちらの方に答えておきたいと思います。2020年のね、売上台帳ですね、要は売上が分かるものを出してほしいと、まあ、半分になってるよっていう状態を見たい、確認したいってことですね。なのでどういうものが該当するかというと、まあ、会計ソフトですね、経理ソフトから抽出した売上データ、これは総勘定元帳という、まあ、多分経理ソフト使っている方ならちょっと分かると思うんですけど、総勘定元帳から売上っていうのを選んでもらって、そこから、何月分を自分が出したいかですね、4月だったら4月って指定しますし、5月なら5月みたいな感じで、3月なら3月っていう感じで指定して、検索なりこうパッとあの多分クリックか、何かを押すと4月分がざっと4月分だけ出てくるようになっております。もしかしたら、使っているソフトによっては4月じゃなくて4月の1日から4月の末日を入力して検索をかけるとか、エンターを押すっていう風な方法のソフトもあるかもしれません。あとはですね、 Excel で作成した売上データでも OK です。自分で Excel で作成した、まあ、何月分、まあ、4月なら4月分の1ヶ月分のデータを出して添付すれば OK です。で、どうしてもね、会計ソフトと Excel だけ、まあ、パソコン上じゃないといけないんですかっていう、そんなことはありません。手書きの売上帳のこういうコピーでも大丈夫です。こちらに日付 と、どんなものを売っていくら入ったのかっていうものが分かれば、こちらの方を、手書きのものでもいいので、データとして提出をしてください。はい、であとは、必要なものが通帳のコピーですね。通帳のコピーは、1ページの表紙、まあ、口座番号 と、本人名義の名前の分かる、支店名が分かるような書類を用意するので、1ページ目と、まあ、1つ開けた2ページの見開き部分を出す必要があります。で、そして最後に個人事業の人は、身分証明書が必要になるので、運転免許証やマイナンバーカードなど等を、添付して申請すれば OK です。はい、でこちらの方ね、オンラインで申請が今できるようになってますので、そちらの方でね、なるべくオンラインで、郵送でもかですね、なるべくオンラインでやってみてください。はい、でオンラインのね、手続き方法なんですけども、そちらは、まあ、これ前回の動画でも説明したんですけど、このホームページにまずアクセスですね、地球化給付金に検索してもらえると、こう申請ボタンを押してメールアドレスを仮登録してから、入力したアドレスにメールが届いているのでそれを確認して本登録へ行って、 ID パスワードを入力すると前ページが作成するので、そこから基本情報を入れて、まあ、売上額、口座情報、このように順番に、必要な書類を添付していくと申請が確認されて、約2週間ほどでまず給付通知書が発送されて、ご登録の口座に入金となります。これがね、今かなりね、混雑してるので、本当に2週間程度で来るのかどうかちょっとわからないとこですけども、なるべく早めに、申請するならしておいた方が入金も早くなりますので、もしお急ぎの方ね、資金繰りがという方がいましたら、なるべく早めに対応するっていうのが一番ベストじゃないかなと思います。はい、
これでだいぶ青の人と白の人どうですか問題が解決されたのではないかと思います。はい、ぜひ一度ねやってみて、もうね申請しましたよとか申請できましたっていう方がいましたらコメント欄に情報いただけると、ね、皆さんどれくらい申請が終わってるのかなというのがこちらでも分かりますし、ね、今ここで止まってますとかそういう情報もありましたらね、何に皆さんが今困ってるかとかいう情報があるとこちらとしてもまた助かりますので、ぜひコメント欄に今こんな状況ですよとかね、持続化給付金もう 50% にまた達成しませんよしませんとか、あとちょっと足りませんとか何かありましたら、ぜひ情報コメントで教えてほしいです。それくらいかな今日は。じゃあこんな感じでちょっと青色白色と出す書類の違いと、まあ受付員ですね、日付員がない方はどうすればいいのかっていう問題と、ね、白は猫の絵を出す、青はこれを出す、あと算定方法の白色と、青色の方の違いについて説明をいたしました。はい、で今 Facebook グループので運営なんですけど、もしね Facebook されてる方がいましたと、コロナ支援情報共有グループっていうのを、資料の先生と私とで立ち上げてまして、私が税理士で、2人の先生が弁護士と行政書士なんですけど、3人の資料の先生とタッグを組んで、情報をコロナ支援に関する情報を共有するグループっていうのがあったらいいんじゃないかということで、他の税理士の先生にももちろんお声かけして、社労士の先生とか、他司法書士の先生、社労士の先生っていうのがグループに入っていただきまして、その資料とタッグを組んで情報を持ってる人、あと公機関ですね、まあ、商工会で働いてるとか銀行に働いてるとかそういう方と、あとは自分がビジネスを実際してる、飲食店経営してるとか個人事業を経営してるとか、まあ、会社を経営してるっていう方たちをグループにして、お互い持っている情報を共有することによって、コロナの影響を情報で最小限に食い止めることができるんじゃないかなということで立ち上げたグループが Facebook グループで一つあります。これは無料で誰でも参加できますので、一応北陸版ってなってますけど、お客さんがね、自分のクライアントさんが北陸にいるっていう方ももちろんいいですし、参考にしたいって、まあ、全国共通のもちろんワードとか情報もありますし、まあ、北陸独自のね、石川県はこうですよとか福井県はこうですよ、富山県はこうですよっていう風な情報ももちろんこれから出てくると思いますし、そういう情報も投稿されています。またその投稿のねコメント欄が結構重要な、その現場情報とか口コミ情報とか実はこうでしたとかいうような、かなり有料な情報が載っておりますので、もしそちらの方グループ検索していただいて、希望の方はリクエスト、参加リクエストをいただけたら私が管理人をしているので、申請 OK に承認できますので、ぜひ検討してみてください。ちょっとね、YouTube の詳細のところにもこの Facebook のこのグループ一応リンクを貼っておきますので、そちらの方を参考にして、来ていただけると、ね、たくさんの方に情報がね、メンバーが増えれば増えるほど、その持続は例えば給付金も知らなかったって人にも情報が届きますし、どうやって申請すればいいんだろうって困っている方にも情報が届くことになりますし、その他以外のその雇用調整の社労先生の先生からの情報とかも届けますので、もしよかったらぜひ無料ですのでご利用いただければと思います。はい、じゃあ今日の動画は以上になります。ちょっと長くなりましたね、珍しく、かなり20分弱、18分超えておりますか。はい、ではまたの動画でお会いしましょう。税理士川南でした。ではまた、チャンネル登録もよろしくお願いします。